シャミソンプロデュース講座。シャミソンプロデュース講座の時間ですよ。前回に引き続きたくさんアドバイスしていきますね。今回のゲストはトールさんになります。いえ、かかるんですか、時間。プロデュースって。そうですね、じっくり考えながら進めると長くなる時があります。それでは今回は時間のないプロデューサーさんへのアドバイスをしますね。実はプロデュースにはオートという機能があります。おお、いいね。オートはスタミナを使って自動でプロデュースを行ってくれる機能です。設定画面で作りたいフェスアイドルに応じた設定を選んでくださいね。え、自動でならないですか？失敗。失敗することもありますよ。編成と相性の悪い設定を行っていたり、プロデュースアイドルやサポートキャラの育成が足りていないと失敗します。わー。オートの設定はかなり細かくできるので、自分がプロデュースするとしたらと考えて設定するのがコツです。おー、試せそう。めっちゃ。そうですね、設定を考えてオートで素早く結果を見る。自分の求める結果が出るように何度か試してみましょう。オートで遊ぶときはプロデュースは短く、設定の検討は長くですよ。オート、一番いい設定は何ですか？それは目的によっても変わるので、自分なりのいい設定を探してみましょう。ハイスコア、ライブで出したいです。ハイスコアが狙えるフェスアイドルを誕生させたいんですね。その場合はステータス重視の設定を選ぶといいですよ。 OK です。今回のポイントです。時間がないときはオートでサクッと。オート、アザース。今回はどうでした？あー、よかったです、オート。また質問があったらいつでも聞いてくださいね。ここまで見てくれてありがとうございました。困った時はまた見に来てくださいね。じゃあね。